ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくお車がポルシェ911カレラ S カブリオレ2014年式2万8000キロこちらの車両になります。こちらの車、はい、ただのカレラ S カブリオレじゃないんですよね。そうですね、はいはい、なんとこちらテックアートのコンプリートか、はい、でしかもよくある外装コンプリートじゃなくて、うん、内装まで手が入ってるコンプリートか。そうですね、はい、でこれが正規輸入車じゃなくて、うん、当社の方で新車で並行輸入させていただいたお車ということで、はい、なかなかの激レア車です。相当激レアですね、はい、で今回テックアートのコンプリートカーのご紹介なんですけど、ド派手な台数限定みたいなゴッテゴテのコンプリートじゃなくて、はい、通常ラインナップの、うん、本当にスタイリッシュに決めた感じの、うん、いい意味でやりすぎてないこんなコンプリートカーになります、はい、でまずその新車並行って並行車なんで気になるところとしてはディーラー入庫だったり、うん、普段の整備大丈夫なのっていうところなんですけど、その点に関しては、まあ、その点は弊社で全て対応させていただきますので大丈夫ですね。なんで、まあ、ディーラー入庫だったりとかっていうのはもちろん並行車でできないんですけど、そうですね、基本的には全く問題ないんですよね、はい、ただ今日本のポルシェディーラーさんってもう正規ものでもこうやっていじっちゃったらもう入れませんからね。確かに、はい、もうカスタマイズされてたらもともと入庫できないですし、うん、まあ、年式的にももう10年経ってるんで、まあ、基本的な整備だったりとかっていうのは全く問題ないんで、そうですね、はい、まあ、買った後の心配はないのかなと。でまず外装から見ていきたいんですけども、今回のお車がバサルトブラックメタリックなんで、ポルシェ黒なんか何種類かあるんですよね。そうですね、はい、ブラックだったりだとか、うん、あとはジェットブラックだったり、はい、でバサルトブラックはメタリック入ってるんですよね、うん、ただジェットブラックみたいに紫っぽさがあんまりない、うん、本当に黒メタリックっていうこんな感じのベースからなってると。そしてこちらの車にこのテックアートの外装コンプリートですから、テックアートのリップスポイラーがこんな感じでついてると。この部分ですよね。そうですね、で真ん中だったりがシルバー、ガンメタというか明るめのガンメタみたいなこんな感じの色で塗り分けされていると。で樹脂製でもちろんテックアートポルシェチューナーですからフィッティングもめちゃくちゃいいですね、うん、であんまり後から付けた感がない。そうですね、なんか純正のなんかこんなのあったんですかって多分知らない人が見たら思うぐらいの自然なスタイリングになっている。でその辺に合わせてここも塗ってますよね。はい、ダクトのところもこのリップの下側と同色に、これもともと樹脂ですもんね。そうですね、はい、というわけでこの辺なんかもしっかり塗ってある。だから本当になんかチューナー、うん、純正をチューニングしましたっていう感じのエクステリアになってるかなと。そして外装に関してはプロテクションフィルムが今回の車施工されているということで、これ前回りだけですか。そうですね、はい、このフロントフェンダーボンネットより前の部分に関してプロテクションが貼られている。なのでコンディションは2万8000キロなんで、うん、まあ、それなりにちょっと経年劣化した感じは見受けられますけど、うん、まあ、塗装面に関してはやっぱりプロテクション貼ってあるんで全然綺麗ですね。そうですね、ヘッドライトなんかにも施工されているので。あ、ヘッドライトも今回施工されている。そうですね、はいはい、で脇のところはちょっとやっぱり経年劣化でフィルムが縮んでるんで少し出てきてますけど、まあ、全体的にはかなり綺麗な印象かなと、うん、そしてボンネットのこのフードバッジももちろんテックアートになってると、はい、でテックアートのコンプリートになるとポルシェロゴが消えるんですよ全部、うん、内装だったり外装のというわけでその辺もしっかり交換されております。そして足元回っててもいいでしょうか。で今回のお車は当然足元も全部コンプリートになっているということで、装着されているホイールが、テックアートのフォーミュラー3 21インチ、これかっこいいですね。かっこいいですね。でしかも単造なんですよね、うん、なので、まあ、非常に軽量 でシンプル飽きのこないデザイン。それこそだってこれ新車で出た時に、まあ、現行で履いてるわけですから、うん、まあ、10年以上前にデザインされたデザインですけど全然こう色褪せないという。そうですね、有名どころのホイールみたいに、うん、もういつ見てもかっこいいよねっていう、うん、そんな感じのスタイリングになっていると。そしてブレーキの方は当然カレーライスですから、340倍の6スポットのこちらのブレーキも入っていると。でブレーキもしっかりテックアートロゴで乗り換えられて、はい、でこの辺のカスタマイズが全部ドイツで行われている個体なんですよね、うん、というわけでこんな感じの仕様になっております。そしてサスペンションの方はカーベイの車高調にこれロベルタのリフティングシステムが組み合わせてあると、うん、はい、なんでショックはカーベイのまま、バネとそのリフティングのところをロベルタさんの、ものが使われていると。なんでこれ車高を上げたりもできるみたいなんで、うん、この後動きは見てみたいと思います。そしてあとはサイドスカート、こちらもテックアート製のサイドスカートになっていると。
ボディ同色で仕上げてある。サイドスカートつけると結構車高も低く見えるんで。そうですね、ちょっとボリュームが、純正をちょっとボリュームつけたような感じのイメージで、この辺もあんまり後付け感がないんで、うん、はい、非常に乗りやすくもなってるのかなと。で、今回の車はドアミラーもしっかりベースがペイントされてると、はい、あれこれ純正でもペイントメニューありますけど、標準はあのザラザラの樹脂ですもんね。でしっかりこの辺がバンパーとかと同じこのシルバーガンメタの色で塗られてると。あと今回の車はカブリオレということで、ホロの色なんか真っ黒クロスよね。はい、はい、黒ですね。というわけで同じ色で、カブリオレめっちゃ台数少ないんですよね、うん、今日僕あの中古車情報サイト見てから来たんですけど、はい、あの極端に少ない、うん、まあ、タルガも少ないですけど、そうですね、まあ、そんな中で、まあ、かなりいい個体になってくるんじゃないかな。そして後ろも同様にフォーミュラ3 21インチ、こちらが装着されている、うん、でリアに関しては、4ポットで、これ僕の周りにいる某あのポルシェ2のマニアックな人がいるんですけど、あのその人に教えてもらったらローターもなんかちょっと厚みもアップしてるらしいですよ。そうなんですね。で彼らですってそのキャリパーの大きさとローターの大きさが結構言われるじゃないですか、うん、はいはい、実はローターの厚さも厚みもアップして、まあ、要は受け止められる熱量がアップしてるそうです、はいはい、そしてリアもしっかりローダウンされております。そして後ろに回っていくと、後ろもデックアウトのパーツがついてて、このリアスポイラー、こちらもデックアウト製のものに交換されてる。これだいぶ大型のものになってますね、うん、そして下側も、はい、デックアウトのこの部分ってことですよね。そうですね、はいはい、そしてあとはマフラーもテック厚製のマフラーになっていると。音も変わってますので、この後聞いてみたいと思います。続いて内装を見てみたいと思います。で内装もなんとテックアウトのコンプリートということで、ドイツで職人さんの手によってカスタマイズされているということで、はい、まず変わってるとこからいきますね、うん、でまずはテックアウトのこちらのステアリング、これはもう全部総張り替えで、形もこの D シェイプになってるタイプということで、はい、まあ、正直3万キロ近く走ってるんで、うん、使用感はあります、うん、ただやっぱり職人さんがしっかり張り替えてるんで、パンチングもめちゃくちゃこう綺麗な、うん、正確なパンチング、そして中側はこの赤いレザーが見えるようになってる。そしてこのステッチも赤のステッチで、D シェイプの形もかなりマイルドな感じでいいんじゃないでしょうか。でこの辺が塗ってあったりだとか、エアバッグロゴに赤が入ってたり、そしてこのエアバッグのところのシューも赤くなってたり、そしてさらにこのポルシェのクレストもテックアウトになっているということで、はい、やっぱりちょっとチューナーコンプリートいいっすね。そうですね、はい、うん、そしてテックアウトの手によって変えられているところはここだけじゃなくて、内装の至るところレザーのこのステッチが追加されてるんですね、うん、多分レザーはこれ純正そのままだと思うんですけど、センターコンソールのところだったりシートだったりとかっていうのが黒いステッチにこの赤いステッチをこう巻きつけてある、うん、というわけで全部ラインがこう赤で入ってる。ただちょっとやっぱりこう紫外線の影響か少し色は褪せてる感じがあると思うんですけど、やっぱりこう何年経っても純正を生かした感じなんでかっこいい仕様になってるかな。 そうですね、はい、そしてあとは、各部がこの赤の差し色でペイントされてるということで、このエアコンの吹き出しだったりシフトだったり、これめちゃくちゃ毛細かくないですか。そうですね、特にあのそのスポーツボタンのところとかね、本当っすよね、ここだけとかここもちゃんと他に合わせて、うん、このマットの赤で塗ったんですよ、うん、で他はグロスの赤で塗ってる。でもちろんこれも全部バラして塗ってるわけですからね、うん、シフトもエアコンも、というわけでその辺もしっかり細かく。であとは、細かいところで言うと、ペダルだったりあとマットもですよね。そうですね、はい、テック厚製のマットになってる。でこの辺は使用感は、まあ、若干ありますけど、うん、なんか距離にしては、うん、綺麗ですね。綺麗な方ですよね、まあ、上なんか引いてたのかもしれないですね。なんかカサカサになっちゃってるとか穴が開いちゃってるとかっていうのないんで、これこのまま使っていただいてもいいのかなと。こんな感じの内装になってます。そしてあとオプションのところでいくと、スポクロカレーレスムのオプションですからスポクロもついてますし、今回の車はパワーステプラスもついてるということで、これ991からのオプションなんですよね、うん、というわけでその辺もついてます。であとは後ろも少し覗いてみたいんですけど、後ろのこのシートバックもなんとこのガンメタというかシルバーでペイントされててテックアウトロゴが入ってる、はい、でこれももちろんステッカーではあるんですけどちゃんと閉じてあるんで、そうね、クリアでちゃんと簡単に剥がれちゃう感じではないと、うん、そして後ろもちゃんとステッチが追加されてるんですよ、うん、背中もそうだしこんな感じ で座面に関してはそのステッチがないんであれなんですけど、だからもうインテリアのトータルコーディネートがめちゃくちゃしっかりされてる、まあ、特にオープンカーなんで確かに開けた時のちゃんとこうアピールができるっていうのは大事よね。見せびらかしたい放題ですからね、うん、こんな感じのインテリアになっております。続いてリフティングの動きも見てみたいと思います。お願いします。
続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。はい、まずはこれはノーマルですね。スポーツモードです。行きましょう。はい、行きましょう。はい、で今回は最新の車じゃないですし、うん、多分この辺探してる人はあの車のベースのところの紹介知ってるよっていう人の方が多分多いと思うんで、そうですね、まあ、駆け足で紹介しましたけれども、オプション一応念のため拾っておくと、ポクロ PDLS のヘッドライト、インナーブラックのやつですね。あとレザーのインテリア、レザーのインテリアポイントなのは、うん、ここ浮いてこない、うんうんうん、構造が違うんですよね。はいはいはい、これレザーあのインテリアベースになってるんで、ここがちゃんと浮かない。うん、だから中古車選びしてる方はここ見ていただいた方がいいと思います。これ多分有名な話なんで知ってます。あとスポーツシートプラスベンチレーション、ベンチレーションついてるんですか。これベンチもついてます、ね、あ、ついてる、うん、ベンチレーションもついてる、はい、そしてちなみになんですけど、このシートの脇とかもペイントされてるんですよ、うん、この調整のところ、ね、はい、はい、そしてあとはクルーズコントロール、パワーステップラス、あと電動格納、うん、まあ、正直僕的には電動格納いらないんですけど、うん、なんかみんな結構欲しい人多いですよね。そうだね、電格ももちろんついております。だとパークアシスト、車外としてはロベルタと、あとカーベイの車高調、あと BOSE のサウンドシステム入ってる、はい、あともう一つ並行車、いやナビがだって英語とかドイツ語でしょ、うん、そこの部分なんですけど、ナビはこの年代なんで変えられるということで、はい、こちらのカロッツェリアの、ZH009 ってあれじゃないですか、サイバーナビ、サイバーナビですね。当時だって10万したやつ、うん、10万したやつそれがしっかり入ってる。あとなんとメーターも日本語仕様に書き換えられているということで、はい、これ言わなきゃ分かんないじゃないですか、並行車って。そうね、普通に乗ってたら分かんない ね、雨兵とかだとライト違ったりとかしますし、ありますけど、これ外装も同時並行だからそんな違いないし、うんうん、メーターもこれ日本語表記だし分かんないということで、ね、うん、最高です、最高ですね、はい、行きましょう。そしてめちゃくちゃいい音してないですか、うん、でもう改めてになるんでエンジンの紹介のところ省いちゃいましたけど、エンジンの方がカレラ S なんで 3799cc、 これ調べたらカレラより 400cc アップじゃないですか、うん、でまあ馬力が違うのもそうなんですけど、ボアだけ違うみたいですね、うん、だボアアップしてる。でこれが、通常ラインナップの NA 最終って言っていいですよね、うん、そうですね、はい、まあ、現行もスペシャルモデルありますけども、うん、ありますけど、はい、だから991.2になるとターボになっちゃうから音全然違いますもんね、うんうん、で圧倒的にこうダウンサイジング、1.2 になると 3000cc になっちゃうんですよ、ね、うん、3リッターになっちゃうということで、まあ、その辺もあって多分 1.1 を探してるよっていう方も多いと思うんですよ、うん、なんでこれの今回は気持ちよさだけ伝えたいと思います。さらにそれのテックアウトコンプリートと、そうですね、はい、だからそれが最高のその上になってるということで、うん、はい、行きましょう。で、まあ、せっかくなとオープンで、はい、もう終始オープンでいいと思います、はい。で車高は当然車高調なんで好みの車高に調整可能です。はい、ちょっとじゃあぐるっと回っていきましょう、うん、あれここじゃないな、うん、もう一個先か。いや2月にオープンカーの屋根開けちゃってって思う人も多分いるかもしれないですけど、意外に乗れるんですよ、ね、乗れるんだよね、はい、まあ、引っ込み少ないし、そうですね、はい、でシートヒーターなんかつけとけば、はい、いや足は結構硬いですね、うんうん、バタバタします。ただこれもでも多分買った時に組んでるんですもんね。そうだね、そうですよね、まあ、だこの辺も年数経ってるんで、まあ、リフレッシュ正直ちょっとしたいかなって思いました、うんうん、ステアリングだったり、まあ、外装のちょっと細かいところだったり、はい、はい、でとりあえずモードはノーマルで、うわめっちゃ気持ちいい、ちょっと足硬いっす、うん、そしてタイヤの扁平もあんまりないんで、うん、少しバタバタする感じはします。ただこんな感じでプーッと流すのもいいんですけれども、やっぱりマフラーが入ってて、そうね、カレラ S ですから、はい、本領発揮していいですか、うん、というわけでスポーツボタンポチッ、はい、やばいこれ可変のインテークもついてるんですよね、うんうん、3000回転と5000回転で2段階でこう
変わるやつで、あとはその吸気の音が車内に入ってくるように、うん、なってるんですよね。ミニなんかもそうですけど。そうだね、うん、というわけであのカーンって音の正体は、うん、まあ、多分その辺のチューニングもあってだと思うんですけど、わ、めっちゃ気持ちいい、やばい、つけまさん最高です。最高だね、これやばいぞ。これすげえな、めちゃくちゃ気持ちいい。あとカブリオレだとこの排気の音がクーペより5割増しぐらいで聞こえるじゃないですか、ね、自分にも。だよりなんかこう車よりバイクに近い感覚、うん、で排気音がちゃんと聞ける。でカブリオレだけど、ポルシェドイツ車はまあ全般そうですけど、うん、ボディの緩さがないんですよね、うん、全然ギシギシしたりもしないし、うん、そうですね、ボディ剛性足んないなっていう感じが、うん、まあ、僕素人ですけどあんまり感じない、うん、うわめっちゃ気持ちいい、これやばいな。あといいと思うのはやっぱりインテリアのカスタマイズの満足度半端ない、うん、こう普通に前見て運転してても、まあ、メーターとかこのステッチも赤とか当然ありますけど、それをもうちょっと絶妙な加減でこう増やしてあるというか、うん、行っちゃいますか。じゃあスポーツプラスでちょっと加速を一瞬だけ、はい、やばい。これ最高な乗り物だ、この NA の。そうっすね、いや NA だな、 NA のこのスムーズな吹き上がりと、でしかもそのターボも今の車ってタービン制御もすごい緻密だし、昔みたいなこのパワーの出方というか、そうね、の車ってあんまりないじゃないですか、すごくパワーの出方もリニアだし、だやっぱり NA はちょっと特殊っすよね、だと排気音がやっぱりそのタービンにぶつかんないから、なんかそのまま出てる感というか、だから後ろとかでも聞いてても、なんか排気の速度が速い感じがするんですよね、なんかこう出てくる排気のスピードというか、はい、うん、まあ、実際その測ったりしてるわけじゃないのわかんないですけど、なんか体感的になんかめちゃくちゃスムーズにこう排気ガスが出てんなっていう、これは最高な乗り物ですね、これは買うしかないんじゃないですか。強すぎる。これは最高。点一いいよね。いいっすね。もう、いや多分 1.2 の魅力もあると思うんですよ。うん、もっと言ったら992の魅力もあると思うんですけど。そうね、それぞれね。もう、いや一つのこう区切りとしてはもう傑作だと思います。1.1。いやめちゃくちゃいいな。なんかほらポルシェは最新が最良なんて言うけど。そうですね、まあ片落ちでもポルシェは。そうですね、いやもう腐ってもっていうか腐らないよね、ポルシェは腐らないですね、ポルシェは腐らない、はい、うん、いや思ったっすけどその時々で最高、うん、でエンジンもこれ997ベースで設計はされてるんですけど、うん、圧倒的に違うのがシリンダーブロックがオープンデッキからクローズデッキになってるんですよね、だから冷却性能とかって考えるとやっぱりその水が通るところが大きくって抜けてるオープンデッキの方がいいんですけど、やっぱりその耐久性だったりパワー受け止められる懐の深さはクローズデッキ、だとこの辺の年式だとあんまりこうインテリアもそうだしその他のその機能的なものもあんまり古さ感じないじゃないですか。そうね、必要なものこの辺の年式から全部ついてる感じするじゃないですか、うんうん、だってデュアルゾーンのエアコンもだって991からですもんね、うん、だからその辺もなくてもいいよって言ってばまあいいんですけど、そうね、電圧とかも僕たちがいつも言ってるこのちゃんと物理スイッチでね、そうですね、タッチパネルじゃなくて
操作性もむしろ優れているのではないかと。で今回の車は内外装のコンプリートということでエンジンはノーマル400馬力、うんそうですね、はい、そのまんまなんですけども、うん、マフラーの気持ちよさで、うん、もうそんなことはどうでもいい、どうでもいいです、はい、いやいいな。だってこの辺って多分ドイツとかヨーロッパを視野に入れて探しても、うん、なかなか出てこないですよ。そうだね、基本的にシンガーとかもそうですけど、うんうん、欲しい人が自分でオーダーして買うから、うん、そうだね、出さないんですよね、うん、二次流通しないっていう、うん、だからなかなか仕様もそのオーダーした人の仕様なんで、うん、まあ、好みに合うのかどうかっていうのはなかなか難しいかもしれないですけど、ね、今回割とこうライトというか、うん、はい、シンプルに仕上げてあるんで、うん、乗りやすさもあるし、どうしてもお金かけるとこう派手にしがしたがりがちだけど、いやめちゃくちゃいい。まあ本来チューナーってその純正のいいところはこう伸ばして、ね、うん、尖らせるとこは尖らせっていう感じですからね、うん、ちょっと改造車ジャーナリストとか言っててよかったなって思っちゃうけどめちゃくちゃいい。なかなかこういう車にね乗れる機会ないですもんね。接ったり乗る機会なんかないもんね。ないですもんね。いやありがとうございます。ありがとうございます。さあというわけで今回はショートバージョンでお届けしましたけれども、はい、結論いいですか、うん、欲しい欲しいですねこれはいいっすよね、うん、もうなかなかこうドイツで仕上げたチューニングそのコンプリートカーって流通してないじゃないですか。そうですね、はい、でなおかつこう乗りやすい、うん、もう派手になりすぎてないし、うん、まあ、あとベースカレラ S っていうのは非常に 991.1 の中でもいいのかな、うん、あともう一番いいなと思ったのはやっぱり NA 最終とも言うべき存在じゃないですか、はい、うん、まあ、もちろん現行モデルでもスペシャルモデルで NA ありますけれども、うん、まあ、手軽に買えた最後の車なんで、ね、はい、まあ、これからもうどんどん評価されていく一方なんじゃないかなと、うん、月村さんはどうですか。いやさらっと紹介してるけど相当濃い車なんで欲しい、欲しいです、まあ、興味のある方、はい、ぜひ実車も見ていただきたいですよね、うん、このテックアットの仕事の丁寧さだったりだとかデザインのこの秀逸性だとか、まあ、この辺りの車なかなか流通してる車じゃないと思いますね。気になる方はぜひお問い合わせください。というわけで今回はポルシェ911カレラ S カブリオレを紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。